欧州選手権1次リーグ E 組ベルギー0対1スロバキア2024年6月17日フランクフルトサッカーの24年欧州選手権ドイツ大会は17日3大会連続7回目の出場となるベルギーフィファランク3位が1次リーグ初戦でスロバキア同48位20対1と敗戦ダブルコート 優勝候補の一角として注目を集める中決定力を欠き、国際 A マッチ16試合ぶりの黒星を喫した。FW ロメルル角31ローマが2度ゴールネットを揺らすも VAR 判定によって得点が取り消しとなる場面もあった。ベルギーは前半2分、いきなり後期到来。FW ドクマンチェスターシー。 が強引なドリブル突破から右サイドを駆け上がり中央へクロス。これを m f デブルイネマンチェスター C がワンタッチでつなぎ、ゴール目前の FW ルカクがワントラップからシュート。しかし、相手ぐきドゥブラフカ、ニューカッスルに防がれてしまった。すると同7分にミスから失点、自陣右サイド深い位置からの横パスを奪われ、 ゴール前で MF くつか、スロバンブラチスラバにシュートを打たれグキカステールスが防ぐも、こぼれ球を FW シュランツ、スラビアプラハに押し込まれ先制ゴールを許した。手鼻をくじかれたチームは同21分、相手グキのパスミスを誘って FW トロサール、アーセナルがガラ空キのゴールへシュートを狙うも枠を捉えられず、 同42分には左サイドの FW カラスコ、アルシャバブが中央へ絶妙スルーパス。これに反応した FW ルカクが抜け出すも相手武器を目前にしてボールコントロールが大きくなってしまいシュートを打てず、再三の後期を逃し0対1で前半を終えた。 後半11分には FW ルカクに待望のゴールが生まれたかに見えたが VAR 判定により、得点は認められず。右からのクロスをファーサイドの MFO7、エバートンが頭で中央に折り返したボールを押し込むも、FW ルカクのポジションがオフサイドと判定された。同17分にも好機を迎えたが、途中出場 FW バカ横、PSV、 の放ったシュートがゴール目前で相手 DF にクリアされ無得点。同41分には再び FW ルカクがゴールネットを揺らしたが VAR 判定の結果、途中出場の FW オペンダ、ライプツヒが左サイドを抜け出した場面でハンドがあったとして得点が認められず、最後まで1点が遠く、痛い黒星発進となった。